5G の特徴である多数同時接続を活用して IoT と呼ばれるネットワークに接続されたものの無線通信に関して実証実験を行いました。この分野では 5G 単独ではなく 4G やその他の無線技術を組み合わせて目的を実現するヘテロジニアスネットワークという考え方が必要です。愛知県の高速道路においては道路を支える高架橋の歪みを検出するセンサーやインターチェンジを監視する 4K カメラによる異常検出、交通量を測定する装置などを設置してそのデータを活用するスマートハイウェイの実証試験を行いました。また広島県の東広島市役所では職員の健康に関するモニタリングや職場環境を監視するセンサーなどを無線技術でネットワーク接続して活用するスマートオフィスの検証を行いました。5G の特徴である多数同時接続の技術は多くのものがネットワークにつながる IoT 社会の実現に向けて大切な役割を担っていきます。